目隠しをつけてプレイする5人制サッカーではボールの中に鉛があり、転がるとシャカシャカと音が鳴ります。ボールの音で位置を知り、相手に取られないように運びます。両足を使って左右に細かく動かすドリブルに注目です。